いた時にですね、松井さんは、内閣官房副長官をお務めになっていて、しかも経産省にもお務めであり、こういう文章が外に出てはいけないということを多くもご存知の方だと思います。で、こういう文章がをツイッターに本人が出されるということ自体について私大変遺憾だと思っています。内閣の真ん中にいた方がですね、こういうことをなさると、そのことについてはどうしてこういうことをなさったかというのはお聞きに なりましたですか。どうしてこういうことをしたかということについて松井浩二さんのコメントはですね、特定の議員の先生の何か批判をしたくてこういうことをしたんではなくてですね、質問の通告とか含めた国会のあり方について与野党問わず、議論してもらいたいという思いで、したことですというようなお話はございました。いや、それを私たちは是とするわけにはいかなくて、当時はもう森さんという特定した方がですね、責められていたわけで、事の重罪ささえ分かれば普通はこういうことをしないというのが一つ。それから蓮井さんに伺いますが、蓮井さんは経産省から内閣府に来られている方だというふうに思いますが、これは事実ですか。ありがとうございます。そして、蓮井さんは、当該案件について原さんに対して、この通告の中身や資料をお送りになったご本人であるということもよろしいございますか。結構でございます、はい、そうするとこの今出していただいたメールにですね、書いてある通り原座長代理というふうに、宛先がなっておりますね。で、前回2回目のヒアリングではですね、森さんがどういう内容で通告するか、相手が原さんがですね、私たちは何回も座長代理ですから、国家戦略トップについてですよということを確認してくださいということを申し上げましたが、原さんに対しての質問はまさに国家戦略トップの座長代理としての質問であるということを、参考人要求であるということを10日にお伝えになったと推論するんですが、それは事実でございますか。先ほど申し上げましたように、原さんにまず森先生からご質問の通告の話が、すみません、参考人要請のですね、ご要請の話がございました。それは森先生からですね、まさに、原さんは内閣府の関係で仕事をしているので内閣府を通じて調整されるんじゃないですかというお話があったと伺いまして、その話が与党の理事の先生からも来たという予算委員会の関係ですねということがございましたので、それでそれに基づいてですね、ご連絡をした。それがすみません10日のですね、来たのが私に具体的に来たのが夕方だったと思いますので、それ以降なんですが、おそらくつながったのは11日の午前中だったと思ってます。ですよ、そういったことで森先生からですね、参考人招致の合意性が原さんに来ていると。国家戦略特区ワーキンググループ座長代理という肩書きだったものまでは明確でございませんが、いずれにしても想定はされると思いますので、そういう意味で原さんに対して森先生から、参考人招請の合意性があったということはお伝えします。この22時38分という発信の今日出していただいたのには、明確に座長代理様、原座長代理様と蓮井さんのメールにございますので、その11日の朝も原座長代理様に、原座長代理としての原さんに、参考人招致があったということをお伝えになったのではないかと思うんですが、違いますか。恐縮です。答えになるかどうか分かりませんけれども、まずこれ以外に通常のですね、例えばワーキンググループヒアリングを開催するという話だと、どんどん連絡するときにも原さんも座長代理でいらっしゃいますので、原座長代理様とは通常先日のようにボールを買っております。まずこれが一つ。その上で、この時ですね、そのワーキンググループ座長代理としての原さんだと思われますけれども、そういった観点で、つまり私どもも国家戦略トップの担当地方創生政策の局ですから、私どもが通常原さんに見捧げるのはまさにその業務の関連でご連絡差し上げていこうと思いますので、そういう意味ではですね、森先生から、ご連絡があった時には原さんに私どもを通じてやるというのは、私ども原さんとはただも地方創生政策局に関して言うと、ワーキンググループの座長代理としての原さんとして、私もいつも準備として
こう担当させておりますね。そういった観点でご覧いただきたいと思います。はい。いや、そのなんだろう、よくわけがわからないとおっしゃらないでください。私が予算委員会の理事懇談会10日のね、日程が決まった10日の予算委員会の理事懇談会で、与党のご理解も得て参考人招致の要求というのが合意されたわけですけれども、それはあくまでも国家戦略特区ワーキンググループの座長代理ですよ。一私人の一般人の原座長代理原英二さんを呼ぶなんてことはありえないじゃないですか。なんでそこを誤魔化してるんですか。じゃあ一般人として電話したんですか。一般人として呼ばれている可能性もあるとして10日の日に電話したんですか。そこをごまかさないでください。一般人じゃないですよ、あの方。一民間人でもないですよね。すいません、まあ、原さんの身分の話から申し上げますと、従前ご説明申し上げるとおり、大臣が移植している有識者ではありますが、それ以上、例えばその国家公務員、非常勤の国家公務員ですとかですね、あの審議会人数となったりしますよ。そういった部分があるわけではないというのは、そこで、あの、ごまかしてるわけではございません。あの、私どもを通じてというふうに森先生からご指摘があったのは、当然、国家戦略特区を担当している我々でございますから、そういった観点で原さんにご説明させていただきます。ですから、それでは原座長代理が説明しました。ごまかさない。いや、あの、推測じゃなくて、はい、明確に予算委員会の理事懇談会で、ワーキンググループ座長、ワーキンググループ座長代理の原さんを呼ぶということが合意されたんですよ。当たり前でしょ、一般人呼ぶわけないじゃないですか。もちろん、あのワーキングループの座長代理原さんを呼ぶという話だと思うんでしょうが、ごまかさない。いや、すみません、私どもはそれ、あの、その合意の前におりませんでしたので、むしろそこからお伝えいただいた話をついてやったということです。そうすると、はい、理事会からは、国家戦略特区の座長代理を呼ぶという連絡は、あなたのところにはなかったと、そういうことを今おっしゃってると思うんですが、それでよろしいですか。いえ、すみません、あの、原英二氏を呼ぶというのはただ原英二氏ではなかったと思います。あの、国家戦略特区ということはあったと思いますね。ですから、あの、そういうことですね。あの、国家戦略ではなくて、いや、だから、はい、明確にしておきたいのは、国家戦略特区の座長代理としての原英二さんを、参考人としてお願いしますと、参議院の予算委員会理事会が決定したと、こういう通知はあなたのところへ来ていますか、いませんか。そういう意味ではですね、あの、国家戦略局ワーキンググループの長代理原英二氏というところもあると思うんですが、あの、それが理事会で決定されたと合意されたというところでは私は認識がございませんでした。はい、あの、まあ、そういう話が出たということを伺ったので、それについて、事前に原さんの今を伝えるという話です。ということは与党が政府に対して伝え損なってるんですね。つまり、あの、予算委員会の理事会の決定事項ってとても重いんですよ。参考人であろうが何であろうが。で、それを、与党理事が、国家戦略特区を担当するあなたのところに伝え損なったと、伝えていなかったということでよろしいですね。申し訳ありません。あの、どういうふうに理事会でですね、それを議論がされたのかということは私ども全然ですか。議論ではないんですよ。議論ではないんですよ。はい、結論を、私、議論って言ってませんから、蓮井さん。私が申し上げているのは、理事会の決定事項をあなた方の部屋を通して原さんに来てくださいねっていうお願いを普通するんです。で、それがなされていなかったと推察通されるご答弁なんで、だとするんであれば私たちは与党の理事を責めなければいけないんですよ。それでよろしいですかということです。ごめんなさい、一般人として呼ばれてるかもしれないみたいなことを言うからおかしくなっちゃうので。いや、あの、理事会決定事項が要するにあなたのところに伝わっていなかったと、こういうことでよろしいですね。すみません、あの、私理事会というのを申し上げてもすみません、なんか理事懇談会だったことだと。いや、理事懇談会でもいいですよ、はいはい、それは決定事項ですから。すみません、決定事項ですか。ここはちょっと私の今すぐ確認が取れなくて、どうしても。いやいや、確認じゃなくて、それは国会の方ですから、私たちが確認すればいいんで、あの、国会が、参議院が理事懇でこうやって来てくださいねということをあなたのところを通してお願いしてるはずなんですが、そこに国家戦略特区の座長代理原英二氏という文言はなかったと。
言い切られますかと聞いてるんで、別に難しいことを聞いてません。